しいずさ。おいら魚を自由に操ることができるんだ。おいらたちにもよくわからないんだよ。俺知ってたんだ、全部。父さんが生きてるってことも、ハンターだってことも。俺ハンターになって父さんを見つけ出したいんだ。分かってよ、ミトさん。そうだな。このイーストブルーから島の奴らの知らない世界へ。考えただけでワクワクするな。兄様はお前にめちゃくちゃプライドを傷つけられて行方不明だ。そのせいで会話コーポレーションはペガサスに乗っ取られようとしてるんだ。トムキ止まるんだ。トムキ、そんなに帰りたいんなら俺が返してやる。この俺はいずれホカゲの名を受け継いで、んでよ、先代のどのホカゲをも超えてやるんだ。でさでさ、里のみんなに、イタリアから来たボビーのファミリーのギットはランボさん5歳はつまずいちまった。大好物はブドウと飴玉。ナンバーワン対ナンバーツーからファイブの総力戦ってとこか。ふん、面白えじゃねえか。で、ナンバーファイブって誰だっけ。曲がり角でばったりか。なんかそれって運命の出会いっぽくない。ね、どんな人だったの。お前らな、サッカーをやりたくって入部したんだろうが、サッカー部がサッカーやんなくてどうすんだよ。まっ、ぬるまいめろ。明日こそはギッタンギッタンにしてやっかな。つかみんな付き合い悪すぎだよ。俺を狙ってる払いに夏目危ない目に合わせて許せない。いまいましいやつ、ここにはまだ匂いが残ってる。朝から寝転びっぱなしだったのよ。しびれちゃった。私より射撃がうまいならいいけど。男になれって意味を込めてつけてくれたんです。だから最初に手にするポケモンは俺の名前に込められた炎のポケモンにするって決めていました。君と夏の